ダコタ・ジョンソンはアメリカ合衆国の女優、ファッションモデル。俳優ドン・ジョンソンと女優メラニー・グリフィスの間の娘としてテキサス州オースティンで生まれる。母方の祖母は女優ティッピ・ヘドレンで、祖父は広告会社の幹部で元子役俳優、ピーター・グリフィス。メラニーの再婚相手の一人である俳優、アントニオ・バンデラスは義父にあたる。主に、 コロラド州アスペンで育ち、アスペンコミュニティスクールに通う熱心な子供ダンサーであった。12歳の頃にファッション誌、ティーン・ボーグで他の有名人の子供たちと一緒に写真撮影した後モデル活動に興味を持つようになる。ダコタ・ジョンソン1999年10歳の頃、彼女はイフ・妹、ステラ・バンデラスと共に二人の実の母親。 メラニー・グリフィスの娘を演じたコメディドラマ映画クレイジー・イン・アラバマで映画デビューを果たす。同映画はケイフ・アントニオ・バンデラスによって監督された。彼女は2006年度のミス・ゴールデングローブに選ばれ、グローブ史上初の2世代にわたるミス・ゴールデングローブ獲得者となった。2006年にはイムグモデルと契約した。2009年にはスペインの服飾ブランドマンゴーで、 モデル活動を行った。2010年にはファッションブランドウィッシュのライジングスターキャンペーンの撮影のためオーストラリアのシドニーを訪れた。高校を卒業したダコタはウィリアム・モリス・エージェンシーと契約し演技キャリアを始めた。2010年にデビッド・フィンチャー監督のヒット作映画ソーシャルネットワークに出演した。本作はアカデミー賞作品賞を含む8つのノミネートを 獲得した。すぐに彼女は多くの映画に登場していった。ダニエル・バーンズ監督の恋愛ファンタジー映画、ビーストリー、エズナ・サンズの映画、セオ、ソ・ヨング・キムの映画、フォー・エレン、ラリー・クラーク監督の映画、サベージ・イノセントなどの作品にそれぞれ出演した。2012年には、デイビッド・ドゥ・カブニー、ケリー・ラッセル、ベラ・ファーミガと共演のクリストファー・ニール監督の映画、ゴーツ、 制作者、ジャド・アパトーで、ニコラス・ストーラー監督の映画、憧れのウェディング・ベル、1987年のヒットテレビシリーズの長編映画版、21、ジャンプ・ストリートなどに出演した。また、アラン・ヤンによって書かれたクリス・ネルソンの映画、ゲイ・デュードで主演女優となった。彼女にとって最初のテレビシリーズとなった、ベン・アンド・ケイトでケイトとして主役な役柄を果たした。 本作は2013年に約4ヶ月間1シーズン放映されたが後に打ち切られた。ダコタはすぐに映画《Need for Speed》のキャストに参加して映画キャリアを再開した。また、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲シンベリンの映画化でもキャストされた。2013年、彼女は新入社員役の一人としてテレビシリーズ《ザ・オフィスのフィナーレに仮面を出演した。 2015年の2月に公開された5フフズオブグレーではオーディションを受けて主役を勝ち取りヌードやラブシーンなどの難度の高い演技にチャレンジし話題になった。ダコタは両親のドン・ジョンソンとメラニー・グリフィスはサポーティブであるが今回の映画だけは見せたくない、そして両親も見ないと言っていると数々のインタビューで答えている。本作により People's Choice Award のドラマ映画女優賞を受賞し、英国アカデミー賞のライジングスターアワード2016にノミネートされた。イギリスのモデル、歌手であるマシューヒットと交際していた。ありがとうございます。